第1試合出場選手の入場です。ワッピーのチームは近畿エリアアミュージアム和歌山店代表ワッサイミー。続いて 2P のチームです。東京エリアゲームサファリ代表オレとお前とダイゴロー。はい、それでは両選手握手してください。はい、それでは始めます。ファイト。さあ、わしみチーム、わきが前方わしみ。こちらは全国大会ベスト16以上で構成された、まあ文字通り関西最強に最も近い、さあ持田ミリア、全員一のミリアが見守っております。さあ対してズミがマジのファースト。さあ先ほどマジスト先生の正体を出してしまいましたが、さあラスト、さあ両者の様子見からここで隕石リーチ。さあ隕石、さあ散髪、さあボルガーガードして、さあつながっている奥の目をチョコレート。さあ画面端のコンボに行きたいところだが、ちょっと遠すぎるか。さあペースは完全に街のペース。さあしかしワシルのコンボ一発で分かりません。さあ立ち替え大会がありました。1本目、俺とお前と大五郎チーム、もう待ちが出してます。さあボールがきっちりガードしてつないで、さあファーストベースか。さあここで球体と打ちと、さあワンフレー地上に引き戻して、さあ画面端に持っていった。2ループまだ入る、まだ入って、さあ叩きつけ、読み合いは足払い。さあわしみ地上からの威嚇で、さあ1本取り返します。1-1。おっと、さあ爆弾邪魔、爆弾邪魔。さあ上に持ってって、まだいる。さあわしみ体力残り半分を切ってしまった。ガードが硬い。さあ守り重視のわしみに対して、さあ腰高と次の選択肢を考えているわしみ。わしばらい、やばい、最初は払います。ここでチェルガード、ファースト、またつないだ。さあ1人目、俺とお前と大五郎チーム、パチのファーストが初めを破りました。さあ引き続いて中堅、続いては下級のアクセル。
さあ大賞には全一持ち田ミリアが残っております。さあ里坂と梅原、そしてバチッと3人がかりで現在3対2。何人が出るかな、近場行け。おっこれバーストは読んでいる。さあバチが冴えてきているか。普段率がやたら高いパチ、何が出るかな。さあここでコンボが入って、さあわしみチームまだエンジンがかからないか。さあ関西チーム引き分けでコンボ進める。さあ読み合いに、読み合いは中段、読み合いは投げ。さあ画面端のコンボ2回目、お3回目おっとここで抜ける。何が出るかな、しかし投げてこれ確か、おっとの真ん中のコンボ。さあ掛け馬取り返し1-1、掛け勢いを取り戻せるか。何が出るかな、何が出るかな、中断中断。さあ一回勝利で切り返すが、さあチョコが置いてある。おっと上だ、取れる。あーっとまた翔太君、この立ち系がうざすぎる。そして残す大賞、大賞来ました。全一もブラウンさんこの持ち田ミリア。さあストリートファイター3では兄の白いたちがベスト16で散ってしまいました。さあ兄のためにもここで3立てで優勝を飾りたいところ。どう、違うガード、まだ、おっと、さあなんか珍しいスタイルのコンボ、中段が入って、さあ上からヤガー体力6割中段。さあミリアどうする、つないで、さあミリア500先方先手を取りました。ガードして投げ入って上に持っていく、まだ入る。さあ置き攻めは高速下段、ここでバースト。さあ上に持っていって、さあループコンボ、そして片目重心中段。さあうざい立ち、中段このバースト、石井にして、さあ持ち田ミリアようやく先方パチのファーストを破りました。さあ持ち田の方からスタート先押ししてください。さあ続いて中堅出てきました、梅原ソル。さあ先ほどスパツ X の方で優勝しております、梅原の2冠がかかっております。さあ先ほどのスパツ X 優勝、昨日のカプコン VS SNK2 の優勝に続いて3度目の決勝と第2部進出。さあ2冠はなるのでしょうか、梅原ソル。高速の中段を梅原が見れるかどうか。持ち上げ、ダッシュ投げ、これでバースト、ここで燃えた。おっとちょっとコンボの位置がずれたか、
として。さあ上原、亀始めチャンス。さあ亀始め、あっと読みがずれたか。さあどうする、上原スタージピータイグ。さあ持ち並みや回転してもいいと。さあ梅原のダッシュ、ダッシュを潰して、さあダルシーフ、ここで手出したところに勝利。さあ昇竜が噛み合わない、昇竜が噛み合わない。これでバースト、おっとダッシュ下段、おっとあーっと梅原コートです。ガードして足払い読んでいた。さあ持ち並みりゃ、なんとあそこまで勢いついてたパチと、そして梅原を破る2連勝でついに大勝。さあ残す大勝はこの男、有坂慎也のスレイヤー。さあキャラ的にはスレイヤーの一発があまりにも大きすぎるためスレイヤー有利と言われていますが、立ち回りでいったり持ち田がカバーできるか、この辺が鍵になります。さあ持ち田が気をつけているのは、さあさあここでトンボ持っていきたい、一気に体力3分の1。さあこれでぶっ放し一発でこの威力です。さあこれが割に合わない理由の一つ、そしてガレージが満タンで、さあこれでバースト、さあ1回連続バターに逃げます。さあ下段が入って中段キッチルガード、アイシン、さあダッシュ投げには行かせない、タイク。さあレッドポンポ2回目、さあ読めよ、さあ上にいたのを戻して、戻して下段。さあこの高速下段と高速中段の、わーっと噛みついた、厳しい。さあ食べる食べる有坂、食べるミリアを食べる有坂、寄って追ってって、おっとコンボミス。さあ10割コンボをミスってしまった、これが攻撃マジック。しかし体力ここまで減らされてからでは、さあ持ち並みではどうする。さあ上に持っていって読み合いを、おはとけなんだ。さあ今度次はペランカード、さあガードキャズバーソン、バーソン持ち出が決めれるか、有坂粘るか、ペラン有坂粘った、ダブルリーチ。さあ持ち上決めるか、さあ俺とお前とタイトルは後がない、足払いか、読んでいた。ブラウンさん強すぎる、ブラウンさんの3段で勝者は鷲見チームです。わっ
ストエリア、ウトスイースト代表、じいちゃんにお任せ。続いて 2P のチームです。関東エリア、ゲームセンター D1 代表、バベルフィッシュタンハーハー。はい、それでは両選手握手してください。さあ、ワンピーガーがちーちゃんにお任せ。 CS ゴロさんに行く。先方で出てきたのはゴロさんのジョニーに対して、バベルフィッシュター母、ここまでカキュン、ホッキン、ユシノセ、それぞれ先方で出てきて3-0、3-0、3-0。さあ、実に無傷、あまりにも強すぎるこの優勝候補。さあ、先方、ここがホークシン、さあ、さあ上から、さあ、あっという間にボルタンのジョニーが体力残りわずか。さあ、ホークシンの苦い攻めをどう切り返すのか、ゴロさん。さあ、さあ画面端、さあ霧をまとって、あっ、時間入らないが、リバインから、さあ北進、とどめを刺しにか、1本目北進。さあゴロさん、コンパネの上では面会場から預かったフィギュアが見守っています。ゴロさん、シルガードして、さあ中段下段両攻撃間に合わない。スタジオをまとって、これでガードフロー、ここでスタジオマスチとして、さあゴルトンの沿線がバリアを、さあコパンで止めて、思い切り抜いたしのぎ、もう一瞬投げて、これはさすが間に合う、どうする、あーっと投げフィニッシュ。さあ一人目北進が一人目制しました。さあ続いて中堅で TS、 中堅 TS 記事。さあこちら画面端での超絶コンボに期待したいところだが、さあ逃げ回る北進 AD を捕まえることができるか。俺は檻に生きる者、出ていてこない、逃げる逃げる、さあ両者なかなか決め手の一撃が出らないか。さあこれはね、体力が残りわずかの両者、ガードして持っていって出てきたところにカウンター、 TS、 さあ TS チャンス、ボクシングにとどめを刺したい。
ピッチャーにガードしたディーズ、ここでファースト切り返して、さあまたディーズが1本取る。さあ演習しました。さあまだ入って、さあ一気に体力半分、これ以上これ以上、さあ波には行かせない。そして陽明愛はきっちりガードして、さあ分身を出てきた瞬間に潰す。さあ行くよ、さあこれで強制停止。ヒット、さあ TS ボクシーをやめた。さあギゾギゾちゃんが破れました。さあこれで中堅対決へと移ります。さあ中堅は雪の巣のブリディット、さあ TS は雪の巣のブリディットを見てガッツポーズをとっておりました。何か隠し玉があるのでしょうか。 TS 対雪の瀬中堅対決、はい、Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 勇気を無駄にするな。さあ TS ハイエース冴えている。さあドットが見えているか TS。 集中しないと行きますね。行きますよ、行きますよ。命を無駄にするな、行きますよ、行きますよ。さあ前を取る気持ちがいいね。さあ両者前の3人合い、さあオプションですが多い。さあブレーキで当て伸ばして、さあ地上にいたぐらい、さあ一回受けから逃げます。さあ一度固めて固めて、さあ相手オート、さあ風のオート中だから繋いだ。さあ雪の瀬、さあ陣地戦を制すれば残りの相手一人だけとなる。大きい、さあ DS の体力がこの状態では、あーとバーストしてしまった。さあ先に大賞を出したのはチームの任せチーム。さあ大賞は日給のエディ。さあ日給ミート日給のセブリジット。さあエディの空中からの地より深い闇を切り返すことができるでしょうか。さあこれで大きくねタイミングずらし勝利。さあタイミングずらしを読んでいるのか。さあ勝利で切り返して、おっとちょっとこれは一発ちょっと安い感があるが、さあこれでチョキ、さあダッシュで逃げる。さあ上から上には持っていけない。さあしかし対空ヒット、対空対空対空。さあ日系エディが粘りません。
てください。どうする？近づいて。さあ、ヨウさん、ヨウスに。さあ、足前で焦がせて。さあ、固め連携に、固め連携に。まだ固まる。こじ開けて。戻して。さあ、これで長銀中断。さあ、邪魔で見えませんが、中断が残っております。バカン中断。さあ、雪のせい残り1回。さあ、確実に行きたい。さあ、空中スタッシュプレー。雪の巣がいよいよマッチポイント。さあ、空中勝利。なんで、さあ、大きな目にここでバーストを使うが、それが裏目に出てしまった。体力半分。さあ、雪の巣一気にとどめを刺しました。勝ったのはバブルビッシュ団ハーハーチーム、決勝戦進出です。出場選手の入場です。ワンピーの選手は関東エリアゲームセンター B1 代表、バベルフィッシュタウン、ハーハー。続いて 2P のチームは近畿エリアアミュージアム和歌山店代表、わしみ。さあ、それでは決勝戦の意気込みを聞かせていただきましょう。こちら代表は、とりあえず武器持ってるやつがいいのはずるいんですけど。さあ、武器を持ってる人はずるいと言われてますが、どうですか？まあ、顔の怖さで負けてるんで、五分じゃないかと。さあ、それでは冗談はそこまでにして、固い握手を交わしてください。それでは決勝戦行ってみたいと思います。ファイト。さあ、それでは決勝戦、いよいよ優勝が決まります。 1P 側、さあ、こちらは千葉の船橋のそうですね、船橋チーム。さあ、セコ、北信エリー、西和趣味チーム、アセコ、和趣味ソル。さあ、繋いで。さあ、フォローが効いている。さあ、行く、行く。さあ、潜って潜って、出てきたところにゲファンが残っている。さあ、北進のあと勝利ぶっ壊して、さあ、これは絶対オーライといったところでしょうか。焦がせて、読み合いを投げには行かせない。おっ
ドバイビーワンドこれバーソン取った残るおっとダブルKOさあなんと決勝戦ダブルKOスタートさあ俺はわしみがかねやしさあ一回逃げます奥進勝利さあわしみの中手に流れは読んでいるバーストあーっとエースの勝ちだ。さあ先方オクシンが敗れました。さあ中堅悩んでおります。さあこれはグルナバシチーム嫌な展開。さあワシミチームは個人戦全国の連覇がかかっております。さあギルティギアイグゼックス前作ゼクスは個人戦が関西団体戦が関東という優勝の経験があります。ゼクスはどうでしょうか。さあ地面行きますおっと思いっきりのいいグランドバイサー上から昇竜さあ引角引角さあきっちりガードあっとここで中断これは見えません。勝利が入ってさあこれ一気に壁端持っていったわしみがチャンスさあ一度相手下がるさあわしみのソルの狙いは一体何なのか出ますぞさあここでさあ上機クリーチとさあ雪の瀬が決めましたさあこれで同チーム 1-1 となります。さあこれでバベルフィッシュさん後半チーム雪の瀬に対してワシミチームは中堅の下級を投入。さあどちらも遠距離重視のブリジットとアクセル。さあどういった試合展開が楽しいのか。さあ動けない。動かないんじゃありません。動けない。これでバースト。命を無駄にするな。さあ打ってきて投げて当てて読み合いよ。一番きっちりガードして命を無駄にするな。さあ先にはどうする。命を無駄にするな。命を無駄にするな。命を無駄にするな。それからオート引き逃げ。さあこのまま雪の瀬が勢いづいてダウンサーを出してしまうのか。命を無駄にするな。命を無駄にするな。さあゴーと思い切りの出し投げ。さあこれ体力4分の1を奪っていくことです。切り替わるして画面端に持っていく。
体力がここまで減って、おっと勝利いい読み、グッチョ投げ読み合いは、さあ投げ入って、さあ掛けきっちりガードして、さあ掛けのめくり攻撃がきっと、命を無駄にするな。危ないじゃないか。さあこじ開けて、さあタイミングずらし、命を無駄にするな。さあこれは完全に下級が手が出せない。雪の巣のいやらしい攻め、ここで勝利。さあ下級チャンスだ。さあこのチャンスを、さあ一度離れる。さあこれ嫌な長飛が、おっと上に逃げる、いい選択。さあ下級、さあワンチャンスを狙っている下級、引き戻し。さあ待っている間に次の展開を考えていたのでしょうか下級。さあそして船橋チーム大勝で出てきました。下級に対して下級、さあ名前が似ているんですけれども、こちら下級と下級、アクセル使いの下級が中堅、大将下級がミリアとなってます。こちらいとこ同士、関西と関東の、さあミリアは一度こかせるまでが勝負です。そして落ちている髪の毛を拾って、さあ最終型の飛び道具、アイアンセイバー、そしてさあ上から空中コンボ、あと謎のバースト、ちょっとコマンド見せてしまったか。投げ入って、さあ一斉粘ります。カキュン、さあカキュンは残り2本で攻撃したことがあります。さあちょっとカキュン、つかめか、さあ瞬投げて上にもう一度持っていく、これバスト、おっと読み合いを、さあ当てみ、さあ両者様子見、ここでアイアンセイバーヒット、あの距離から空中ここがつながる、どうする、さあ上に持っていった。さあ義兄弟対決制しましたのカキュン。ということは関東と関西、いよいよ大将戦となります。大将戦はカキュンとカキュン、失礼しました、カキュンとモチダ、さあ同キャラ対決となります。黒い方が全一持ちだミリア、さあ下級の縦押し、持ちだがペースを握れないか、さあ下級これは裂いている、高速中断、さあ振ってきて、さあ投げ入ったのはモチラ、さあモチラループコンボを決めて、読み合いは相手お二人にいかない、さあしかし連鎖入りました弱い。さあマベルフィッシュさん母チームいよいよウィニングポイント、
イエース、すごいハイエース。さあ、死ぬ。バベルフィニッシュだ。来るか。来るか。持ってった、決まった。なかなか優勝はバーベルフィッシュタン、アハーチームです。さあ、見事全国グリティギアイグゼクスプレイヤーの頂点に立ったのはバーベルフィッシュタン、ハーハー。はい、おめでとうございます。さあ、それではね、この優勝の喜びをぜひ聞かせてください。いや、もう緊張しちゃって全然役に立てなかったんで、決勝ブロックで、まあ、次回こういう大会あった時にこのちゃんとこういうでかい舞台で動けるように精進しておきます。はい、本当におめでとうございました。皆さん盛大な拍手でお送りください。5823。この数字はギルティギアイグゼクス闘撃予選参加総人数を示している。闘撃全7種目の中でもダントツの参加者数となったこのタイトル、実に1941ものチームによる厳しい予選を勝ち抜いてきた強豪32チームにより、これからその頂点を決める戦いが始まろうとしている。その中で全てのギルティギアイグゼクスユーザー、いや日本中の格闘ゲームユーザーが注目するチームがあった。俺とお前と大五郎、メンバーはギルティ界では名を知られている屈指の実力者有坂慎也、月刊アルカディアにてギルティギアイグゼクス攻略記事を担当しているパチ、そして 2D 格闘界のカリスマ梅原。なんと梅原は攻撃全7種目中4種目にエントリーし、全て本戦出場を果たしている。個人戦カプコン VSSNK2 で準優勝、団体戦スーパーストリートファイター 2X では優勝を勝ち取っている。あいつは誰よりも練習してましたからね、びっくりするぐらい、はい、もう毎日言いましたからと俺とパチっつうのはかなり長い付き合いなんで、はい、まあ、お互いの力も信頼し合ってるのもあって、まあ、結構すぐ決まったんですよね。で、あと一人どうしようかっていう話をパチと結構していて、このゲームではかなりエリっていうキャラがすごい強いっていう、最強っていう風に言われてたんですけど、うん、エリーを一番殺せるプレイヤーにしようっていう話になって、誰だってくまなく探してったんですよ。結構この話したんですけどね、はい、そして、まあ、あいつしかいないっていうことで梅原がピックアップされました。そしてこのチームは優勝予想アンケートにおいてもダントツの1位を獲得している。そうですね、多分他の格ゲーをやってるギルティ全然知らない人でも梅原大吾っていう存在にとりあえず投票したくなるんじゃないでしょうかね、うん、だけどみんな注目してるんだって再確認して、うん、ちょっとドキッとしましたよね。はい、ではありますね。初戦の相手は北海道のチームヤナット。ヤナットっていうチームは全く情報なかったんですよね、さっぱり、うん、誰も知らない、うん、実力未知数なんですけど、こうなったら逆にまあ誰が出てもいいかな、どうせ分からないんだから、うん、先にリラックスしたいやつが行けばいいし、うん、そうそう、やりたいやつがやればいいっていう感じで、まあ、気分的には楽に選びましたね、キャラ選択は。先方はパチ、いよいよ彼らの闘撃が始まった。何が出るか、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 
僕は幸せだな。Heaven or Hell, Duel 1, Let's Rock! 何が出るか最高何が出るか最高おそらく何が出るかな油断したら選べよ少し面白くするおそらく油断したら何が出るかなおそらく何が出るかなおそらく何が出るかなPlease select your character!
ランに最初の聞かれたんですよね。このキャラってどれぐらい強いの。俺最初に聞かれた頃は正直ソルは下の方から数えた方が早いっていう、前回からのパワーダウンの点も結構目立ってたんで、そうですね、まあ格ゲー界ではかなり有名な目原が、うん、ソルかって正直、うん、他のキャラ使った方がいいんじゃないのかなって実は進めちゃったんですよね。まあ後でまあ全然覆されちゃうことになるんですけども。2回戦の相手は大阪のチーム星の声。正直組み合わせを見て、まあトーナメント表見で分かるじゃないですか。ああ勝てば当たるなって見て、ああ割とげんなりしたんですけど、ね、マーフィーの法則ですか正直げんなりして、はい、関東ではアクセルっていうキャラがあんまり評判高くないんですよ。まあ真ん中ぐらいかなっていうのがみんなの意見の相場で、で関西の人に聞いてみると最強クラスじゃないかっていう、この意見の食い違いがすごい不気味で、関西のアクセル使いはどういう動きをするんだろうっていう心境になるじゃないですか、やっぱり、うん、そこでやはり星の声チームとはすごい当たりたくないなっていうのは俺もずっと言ってたんですよね、はい。そんな不安要素を抱えたまま試合は始まる。先方はパチ。Finish it!
俺か梅原かっていうことになった時にアクセルを対峙しやすいのはやっぱりスレイヤーを使ってる俺の方なんですよ。はい、役目的には俺の役目だったんですけど、でチップ戦はどうかって言われるか言われるとやはりスレイヤーの方が分があるソルよりも、うん、ここは俺が出るべきだろう。Please select your character.Heaven or hell? Duel one. Let's rock! Move! 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 Sushi! Too late! Move! 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 Move!そうですね、こう2人抜かれるとなんていうんですかね、まあ、まあ当然として部がいいキャラから出していくわけじゃないですか、まあ、チップに対してファーストスレイヤーそれって出したわけですけど、そうやって2人負けていくと結構きますよね、やっぱ心にはね、はい、だけどそれひっくり返すほどのカリスマはやっぱり梅原にはあるんで信頼してましたよ、これ買ってくれるって思ってます。さあ
感動しましたね味方なのにすごいプレーに感動して、はい、いやもう本当熱かったですね、熱いものが。
目原は本当に状況に左右されないですね。終始冷静で、まるで俺ら二人が負けたっていうのは感じてないですね。多分すごい鉄の心を持ってますね。びっくりしました。はい、梅原が捕まえて、梅原が画面端バース読んでまだ入る、梅原が近づいて、梅原が決めた。梅原は続く大将戦でも圧倒的な強さを見せつけ勝利、見事逆三立てをやってのける。3回戦の相手はチーム和歌山勢。これに勝てば決勝トーナメント第2部出場が決定する。この試合先方は梅原。そうですね、まあ相手は確かバイケンエリーファースト、まあ、どれでも対応できるキャラで行こうっていうことで、まあ、そうですね、ファウストがバイケンに割と相性が悪いのと、まあ、スレイヤーは強いキャラだっていうのもあって、まあ、取っておくかっていうまあ話で、自然な流れでまあ梅原に決まりましたね。最初はどうしたどうした？クラクラかよ。おし、カタリガイ。どうした？カタリガイ勝った。どうした？どうした？勝った。カタリガイ。どうした？舐めてんじゃないよ。どうした？カタリガイ。カタリガイ。やる気ねえのか？スラッシュ。Yeah.
さあ、そういうゲームです。そうしか言えません。 Please select your character。上がってきたファースト使いとプレイスタイルが違すぎて、びっくりしたんですよね。使う通常技も違ければ本当に来ると思ったものが来ないっていう焦りがどんどん加速してきて、本当最終的には完封でした。気づいたらもう全然体力減ってて負けててっていう、そうですね、違うキャラと対戦しているようでした。はい、正直キャラっていうのはこのゲームなかなか噛み合わなくて、どうすればいいのかっていう明確な答えを出すのは難しいんですよ。はい、タチも実際同キャラ戦は苦手だってあいつは言ってたんですよ、ずっと。はい、タチは同キャラにやったくないな。Heaven or Hell Duel 1 Let's rock!何が出るかな？いい塩味。ゴイチ！何が出るかな？何が出るかな？
こうして彼らは決勝トーナメント第2部への出場権を得た。しかしこの時有坂にはある思いがあった。すごい準決勝決まったんですけど、何を思ったかっていうと、俺一勝もしてないんですよ。正直いいのかなって、全然準決まで上がった実感がなかったんですよね。正直みんなに引っ張ってもらってるって、いや聞こえはいいけど正直足を引っ張ってるなって、正直神頼みしましたね、はい。そして準決勝、相手はチーム鷲見、全国大会優勝の持田を筆頭とする関西最強チーム。会場中の注目が集まったこの試合、先方のパチが鷲見、下級を連続で倒し、大将の持田を3人で迎え撃つ形となった。しかし全国大会優勝者持田が意地を見せ、パチに続き梅原も破る。まあ最後持田さんと、まあ俺との試合になった時に梅原に言われたんですよね。これ頑張んなきゃ見せ場がないぞその通りだって俺も思って、スレイヤーの一番すごいところってのはミリアに有利だ。ミリアに有利なキャラはあのゲームスレイヤーしかいないんですよ。あそこで役立たなければ正直スレイヤーを仲間に入れてる理由はそこまでっていう、うん、自分の役立つ場所、有坂にとって今この場所、この瞬間こそがまさにそれだった。そして試合はファイナルセットを迎える。なんていた！ブラデスは強すぎる！勝者は、鷲見チームです。一番の売りであるミリアに強いっていう点をやっぱり活かせなかった、気力をやっぱり、発揮しきったわけだけども、負けてしまったって、もう俺は本当ショックでいっぱいでしたね。もう泣きそうになりました正直自分が役立つべき場所で、自分が活躍するべき場所で、彼の戦いは幕を閉じた。闘撃という5823名の頂点を決める戦いの中で、彼は一体何を感じたのか。決勝の時なんですけど、なんていうか
プレイヤーとともになんか会場のみんなとの一喜一憂が、俺が決定的なミスをしたあの瞬間の時にみんなのため息が聞こえたんですよそこへの一体感とかすごいと思いましたね。うん、そうですね、うん、会場を、まあ、みんなが見てる、みんなが一体になってるっていう感じがやっぱあの時しましたね。嫌な形ですけどね、まあ、しょうがない。プレイヤーが己の全てをぶつけ戦い、その光景にギャラリーが引きつけられる。そして生まれる会場の一体感。闘劇に足を運んだ全ての人がこれを感じていたはずである。かつてない規模で開催されたこの格闘ゲームの祭典は、メーカー主体ではなく全国にあるゲームセンター、つまりユーザー側が主体となり開催するというかつてない試みでもあった。2日間にわたりさまざまなドラマが生まれ、7組の王者が決定し、この日闘劇は幕を閉じた。予選に参加した全てのプレイヤー、会場に足を運んだ格闘ゲームを愛する全ての人々にとって、この日は記念すべき日であるとともに新たな戦いの始まりでもあった。なぜなら今日は新たなターゲットが生まれた日でもあるのだから。代表 RF アットマーク奈良。さあいよいよ準決勝です。優勝への勢いはもう勝ちは確定ですか？あの、자신은일단그래도제가한국에서제일잘하니까그래도자신감갖고열심히하고꼭우승할수있도록할수있긴있겠습니다한국어다스자신와頑張ります。레디파이트さあ、1P は韓国のバッシュ選手、 2P は関西の RF 選手です。キャラクターが決まって、またしてもビリー対ビリー。この組み合わせは本当によく見ます。さあ、まずそれを得意とするかのようにワードスラッシュを狙っていく。やばいぞ RF。 バッシュは全てを知ってるかのように当てみて返す。さあ、スルーポイントも決まる。 RF もダメでは終われない。 RF 追いついてきたぞ。さあ、お返しをする前に、惜しかったですね。勝ったのはバッシュのビリー。さあ、韓国を見て勉強したという RF のクーラー、日本版クーラーはどう出るか。さすがにクーラーは強いのか、バッシュも手こずっている。アレフを嬉しそうな表情。クーラーを使って教えてくれてありがとうです。
しかしバスタマの時は勝てまいと、バスキングは怒涛の攻め、これはハマってしまっている。中段これは厳しいですね。アレッシュパーフェクトで持ってきられました。大将はアテナ、バスキングはゲージを3つ、韓国最強。しかし RF も必死の反撃。さあバネスが光ってるぞ、危ない危ない。確実に消費まで持っていかれます。さあどうなる、じっくりと構えています。バッチ選手難しいですね。構えたと思うとダウンを奪った直後、冒頭の攻めが始まります。画面が左右に大きく続けます。さあ残り10秒、空中投げに入る。5秒、勝っているのは RF のアテナ、逃げ切りました。しかし残り0秒で大パンチを食らう。さあ対象戦、バスキュー、ワンピーバスキューはベニマルです。コマンド投げでしっかりと決めて、これは嬉しそうな表情、アクションもいいですね。ワンピーの選手は東京エリアゲームスポット21代表、キャベン。続いて 2P の選手です。関東エリアアミューズメントエース津田沼店代表、大御所。さあいよいよ準決勝第2試合です。決勝出ますのは韓国のバシ選手ということは、この準決勝は実質日本での決勝戦です。日本代表が決まります。それではそのお二人に意気込みを聞いてみましょう。いや、カノスはやりたいんで、決勝戦でここ勝ちたいですね、はい、大御所は見えてなく、韓国を見ている。大御所さんは通過点、大御所さえ倒せば韓国倒せるんで、もっとこれはどういう意味を持ったコメントなんでしょうか。それに対して大御所さん、韓国への意識は、投げはめで投げまくレディーファイト。さあ決勝で待つのは韓国のバッシュ、それを止めるのはキャベツか大御所か、日本人最強を決めるラストバトルとなります。カバー、さあじっくり考えて、ここで日本最強が決まります。さあ行きますよ、キャラが決まった、順番も決まった。そして先方は戦はやっぱりビリビリ。さあお互い一歩も手は抜けません。またキャラバナにハマるか、そのレバーちゃんは必死だ。お互い神経そのもの。さあ去年の5月以来、僕らは韓国に対して、日本は韓国人より弱いというコンプレックスを持ってゲームをやってきました。それを覆すのは今日です。韓国人もそれに加えて決勝まで上がってきてくれています。答える日本の最強プレイヤーはどちらか。さあ時間がない、まず大事な一戦の先鋒戦を制したのはキャベツ。
よし、ここで大御所も一歩も引きを取らずに頑張ってほしい。韓国で来た日本のプレイヤーからの情報を聞いて、僕ら日本勢はもう頑張ることしかできませんでした。さあ、プレミアを一歩返します。今まで言っていた、自分の好きなキャラを使うと言った日本のスタイルからキャラを変更すると言った韓国のスタイルにプレーを合わせてまで、僕らはこの決勝で攻撃の決勝を楽しみにしてきました。キャラへの愛を捨てたプライド、愛のプライドを捨てた強いキャラを使い、待っている韓国人を倒すことができるでしょうか。今リードするのは 2P のキャベツ。しかし大御所のここのままでは終わらなそうだ。しかしまたしても時間だ。大御所が不利。キャベツが日本人代表への王手をかける。ここで御所のキャラクラス、ここは慎重に来る模様ですね。すごい、かなりいい勝負です。さあ、いよいよ最後の一本、これで勝ったのは日本代表。見せてください、キャベツさん。見せてください、大御所さん。ここでは最後の真剣な試合を見守ることにしましょう。日本代表となったのは大御所。ワンピーの選手は関東エリアアミューズメントエース津田沼店代表アーバッシャー。さあ、それではいよいよ決勝戦となりました。決勝戦での意気込みをお聞きしたいと思います。忙しい人かげすん。決勝戦での意気込みは、やるだけやって全力でもう投げるのみです。はい、頑張ってください。レディーファイト。韓国での最強プレイヤーバッシュ。日本人気投票でも前評判通りの成果を見せてくれた大御所。共に使うキャラはビリーを一緒なものの、大御所は独自の発展を遂げた投げキャラで迫る。前方はビリー対クラフとなりました。お互いまずは前を測る。先に仕掛けたのはバッシュ。韓国の攻めのスタイルを貫き通します。対して大御所はどっちで構えた通過スタイル。投げはめますと言ってましたが、ここから投げはめが始まるのか。しかし
投げはめます。お、投げはめた。おっと、本当に投げはめます。先制したのは日本代表大御所。ここで決めるんだ、手押し最強。ここでバッシュも黙っていない。韓国代表は危ないですね。かなりいい試合です。中堅とアントはワンスのシェリー、大御所は投げキャラのシェリーです。相手攻めを生かしたからパレスタ、5回ほど投げています。これにはバシ君も若干強いが、バシ君押されている。大御所投げ、投げはめるぞ。バシ君、バシ君コンボ、バシ君来ました。大御所の立ち回り、無敵の立ち回りでバシ君も焦る。さあ日本ついに韓国を追い詰めてきました。住んでた水は道は間違ってなかったことを証明してほしい。対してバッシュは映像を伸ばす。さあしかしここから何を企んでいる。コマンド投げぶちます。自分は投げるが相手には投げさせない。さすが投げミスト。バッシュも食らいつきます。さあ最後です、最後の最後です。ファイナルラウンドです。優勝いたしました大御所選手にちょっと感想を聞いてみましょう。いかがですか、優勝した気持ちは。正直韓国の方に勝てるとは思ってなかったので、すごい嬉しかったです。はい、勝因は何でしょうか。ぶっぱなしですね。ぶっぱなしの投げですね。そうですか、本当におめでとうございました。皆様、大御所さんにもう一度盛大な拍手をお送りください。どうもおめでとうございました。Cervantes. Now, two souls are fiercely entangled. Ore no waza ni tsuite koreru ka? Desbou ni kitori ga yoi. Battle 1. Fight. Battle 2. Fight! Battle
Fight
three. Ready? Go! Yeah! Hey! Yeah! Got it! Mike! Yeah!